原始宗教とは、宗教はアニミズムやシャーマニズムのような自然崇拝から多神教、そして一心教へと進化したという宗教社会学の仮説に基づく用語。筆記が発明され記録が残されるようになる前に、人類の祖先が持っていた宗教的概念や行為のこと。フランスのドルドーニュには、半人半獣の洞窟壁画が残されており、これは、 初期のシャーマニズムの存在を示しているかもしれない。意図的な埋葬、特に副葬品を伴う埋葬は、宗教的な習慣の最も初期の例と考えられている。フィリップ・リーバーマンはこれを、日常を超える死者に対する関心と呼んだ。イスラエルのカフゼではベンガラで、オード色に着色された人骨が発見されている。新石器時代にも、まだ文書化された記録はなく、 考古学の遺物から当時の宗教が推測されるだけである。考古学者、マリア・ギンブタスはマ女神や鳥女神の像を根拠に、当時は女性が主導権を持っており、青銅器時代のミノス文明が新石器時代の宗教の後継者であると主張したが、この主張は広く受け入れられてはいない。ヨーロッパでは、青銅器時代に宗教行事に用いられたと思われる遺物の量が増える。 例えば太陽を表す十字マークの品質、儀式用の斧、月の像と呼ばれる鎌、円錐型の帽子やトロフィー、ネブラディスク、塚状の墓、骨壺原文化によって宣伝された仮想などである。鉄器時代の宗教は地中海、近東、インド、中国でよく明らかにされている。地中海以外のヨーロッパの宗教は断片的にヘレニズム時代のギリシャと 古代ローマの民族史的記録に残されている。韓北極地域のフィン人の神話やシュベリアに残る神話、伝統的なアフリカ宗教、ネイティブアメリカンの伝承、メラネシアやポリネシアの神話はヨーロッパ人の植民地政策によって多くが失われ、一部はキリスト教と結びついて独特の宗教となった。ありがとうございます。